金宝館の肖像画が描かれた北朝鮮の切手金宝館とは朝鮮民主主義人民共和国の医学者である。ボンハン学説を発表し一時は北朝鮮政府によって世界に宣伝されたが学説そのものが絶造であったことや彼の政治的立場によって失脚し現在では存在しなかったことにされている。百六十一年八月、病院医科大学教授であった 金宝王冠は、配下の経絡研究集団とともに、経絡の実態に関する研究と題する論文を発表した。この論文によると、東洋医学でいうところの経絡や経血など、壺に当たる部位に器官が存在していることを発見したというものであった。この金の研究は、ボンハン学説として世界中に発表され、その後も1963年に、 経絡系統に関する研究、1965年に経絡体系とサンアル学説を続けて発表し注目された。北朝鮮の朝鮮科学映画撮影所による経絡の世界と題する映画が1965年に制作され、1966年には日本でも公開されたほか、北朝鮮郵政当局も二度にわたり金を検証する記念切手を発行した。 しかしながら、世界各国の医学者によって、機関の存在を確認できなかったため、ボンハン学説は、科学的根拠のない捏造であるとされた。その上、金邦官が、金日成支持基盤派閥ン州派との同盟関係を、破棄し、利润し始めていた、鉱山派に近かったこともあり、1967年5月に、金日成による、独裁体制確立のための一斉粛清に巻き込まれ、 金宝館は、金日成に不満を持ち国家転覆を図ったとされる、容疑をかけられ失脚。北朝鮮の公式記録からも、学説ともども抹消された。その後の金宝館の消息は、一切不明である。金宝館を検証する切手は、北朝鮮当局が回収したほか、発行した事実さえも抹消したため、海外に輸出されたものしか残されていない。 そのため皮肉なことに北朝鮮切手の中でも賃品切手の一つになっているという、ありがとうございます。